中で今記憶を蘇らせてる。私は一体どうなってしまうのかな。ネプツール。いやあ、グレイコフ、よく来てくれた。君を待っていたよ。貴様の顔など死ぬまで見たくなかったがな。まあそう言うな。久しぶりの再会じゃないか。同じ釜の飯を食った仲間だろう。誰が犯罪者らしい顔になったな。どういう意味だ。堂々と正面玄関からカンパニーを訪ねたのはよかったが、その前にこそこそ車内を嗅ぎ回ったようじゃないか。不法侵入は犯罪ではなかったかね。貴様に犯罪者呼ばわりされるとはな。我らが死、クラケット博士を称える像を捨て、代わりに建てたこのタワーこそ貴様の罪の塔だ。クラケット、これだから解雇主義は困る。世の中はどんどん変化する。乗り遅れれば奈落の底だ。おっと、君はもうその辛酸を舐めたのだったな。報いを受け、まんじゅさらなどという地の底に這いつくばっていたのだから。キャスティはどこだ。さあ今頃どうしているのかね。まさか貴様、キャスティに。生きてはいるさ、無事にね。私もそこまで鬼ではない。キャスティに指一本触れてみろ、その時はどうするというのだ。一度は見捨てた娘がそんなに可愛いかね。君は昔からそうだ。冷徹を装ってもその実不器用なだけ。理性にも感情にも従いきれず、ひたすら自分を殺すことしかできん。変わっとらんな。己の欲望に歯止めをかけない貴様よりよほどマシだ。愚弄などしたいだけするがいい。だが君のやるべきことは変わらない。私の命令に従え。そうすれば娘はすぐにでも解放してやる。ジェノメトリック仮想度を完成させろ。期限は2日だ。2日？君ならできるだろう。かかっているものの重みが違う。期待しているぞ。貴様という男は。それにしても今日はネズミが多い。もう一匹車内に紛れ込んでいるとちょっとした騒ぎでね。まあいい、すぐに捕まえてやる。仮想度はどこにある。最初から素直にそう言えばいいのだ。ついてこい。もう一度言う。期限は2日だ。それまでにネプトロンを稼働させるジェノメトリック仮想度を完成させる。いいな。くそ、私のいた4年前とは機材の様子が違うな。
この業界、機材などあっという間に古びてしまうものだが、私の好みではないな。なんだこれは。ロックされているのか、機能していないのか。まあいい、まずはやるべきことをやらんとな。聞こえるか、私だ。聞こえる、聞こえるよ。よし、同調できているようだ。よく聞くんだ。君が社内に侵入していることが知れてしまっている。マジかよ。周囲の様子はどうだ。今んとこ平気だ。セキュリティ情報を見ながら進んで、ヤバそうなところは避けてる。よし、いいぞ。だがキャスティは見つかってないようだな。ああ、ごめん。キャスのいそうな怪しい場所はいくつか当たったんだけど。そのまま続けてほしい。さらに危険なことになって悪いが。それはもういいよ。後戻りする気なんてさらさらねえし。そっちはどう？予想通りだ。ネプトロンのコアパーツを完成させろと脅されて、今作業室にいる。期限は2日だ。2日？だが何とか引き延ばせないかやってみるつもりだ。ネプツールっておっさんはそこまでしてネプトロンってのを完成させたいんだな。奴は狂ってる。ネプトロンの見せる悪夢に取り憑かれたのだ。おい、聞こえなかったのかグレイコフ。今のシェルノトロンはレオンのパワーを 10% 程度しか引き出せていないんだ。だがジルはそれを 80% まで引き上げられると言ってるんだぞ。私は反対だ。危険すぎる。今までどうして出力を抑えてきたと思ってるんだ。現段階でこれ以上のパワーは制御できない。こんな外角あっという間に吹っ飛ぶぞ。その危険を排除する技術を持っているとジルは言ってるんだ。そこに君の波動制御技術が合わさればシェルノトロンはネプトロンへとアップグレードできるんだ。聞こえなかったのか。私は協力しない。そんな危険は犯せない。グレイコブ、お前何を言ってるのか分かってるのか。お前こそ分かっているのか。ネプトロンは天文の禁忌を犯す最悪の発明だ。個人の興味一つで犯してよい領域ではないんだ。悪いが私は手を引くぞ、ネプツール。グレイコフ。ネプツールはその後キャスティを人質に取ろうとまでした。キャスを？今度が初めてじゃなかったってのか。その時は誘拐が実行される前に動きを抑えることができた。帝国にこのことを伝えようとしたが、今度は私自身が命を狙われたんだ。私はどうなってもいい。だがキャスティに危害が及ぶことは何としても避けねばならん。そのために私はキャスティを連れてマンジュサラへ逃げ込んだのだ。おじさん、キャスのことが嫌いなんだと思ってた。そう見えるだろうな。わがままに手を焼かされているのは確かだ。本当だよ。あいつすぐ拗ねるし。そうだな。素直じゃないし。ああ、確かに。気分屋だし。あるな。可愛くないかもしれん。ごめん。謝ることはない。君がいかに娘を見ているかがわかるよ。私も娘を愛しているからな。ともかく君はネプツールに察知されている。キャスティを探すのも危なくなるだろう。どうしよう。何か身を守るものを持て。クレイドル研究棟に倉庫があるはずだ。マップを見てくれ。ああ、ある。西側の端っこだね。そうだ、そこに私が以前開発した機材が保管されているはずだ。何が残っているかわからないが、役に立つものがあるかもしれん。よっしゃ、行ってみる。気をつけろよ。うん、分かってるって。おじさん、ありがとう。
こちらこそだ。レイコフさんにネプツールさん、それからターボー、この時の私は二人がカンパニーに来ていることを知らないはずなのに、私には記憶がある。うん、記憶として見ることができてる。前にも言ったけど、やっぱり不思議な感覚。自分の記憶じゃないのに記憶として覚えてるなんておかしいよね。いや、そんなはずないよ。私なんかがそんな力持ってるわけないし、やっぱり端末が影響してるんじゃないかな。端末ってあなたと私の世界をつないだり、本当に不思議な力を持ってるもん。だからもしかしたら端末を通すことで私と関わりの深い人たちの過去も見えてるのかもしれない。と言っても根拠があるわけじゃないし、端末のことをもっと調べたらわかるかな。うん、キャスちゃんを助けるためにいっぱい頑張ってたね。でも未だに信じられないよ。ネプツールさんがキャスちゃんをさらったなんて。グレーコフさんたちって今はあんまり仲が良くないみたいだけど、昔は一緒にカンパニーをやってたんだし、もしかしたら理由があるのかも。ネプトロンの完成とかそういうのじゃなくて、何かもっと大切な。そんなことはないよ。サーリちゃんのお話をしてる時のネプツールさんは本当に幸せそうだし、それにこの世界に本当に心の底から悪い人なんていないって信じたい。どんなに悪そうに見える人でもいろんな理由があって、それで苦しみながら悪いことだって思っててもやらなくちゃいけないって、きっとみんなそうなんじゃないかな。なんかごめんね。私の考えをあなたに押し付けちゃダメだよね。そのあんまり気にしないでくれると嬉しいな。それからまた作れそうなものを思い出したよ。メモに書いておくから必要な時は言ってね。いつも付き合ってくれてありがとう。疲れたりしない？ほんと無理しないでね。でもまた一緒に夢世界に行こうね。